どうも、チューバーチャンネル TV、神庵です。今回も、無双オロチ3、アルティメット、続き、やっていきたいと思います。さあ、今回は、第5章。紹介、諜報機。情報を携え、連合軍の元へと向かう安倍の青年。彼を護衛し、脱出地点まで、送り届けよ。真の地匠紹介。彼は芝将の命によりオーディン軍に潜入。黒田官兵衛、安倍の生命とともに密かに諜報活動を行っていた。任務に不満を抱きつつ患者としての仕事をこなす紹介。そこにとある人物から知らせがもたらされ、その知らせが紹介の現状を大きく変えることとなる。今日も京都で諜報活動か。こうも日陰の活動が続いては体に苔でも生えてきそうだ。せめて鬱陶しく絡んでくる奴らがいなければもう少しやりやすくなるのだが、特に孫悟空に卑弥呼、あいつらにまとわりつかれたが最後、任務どころではなくなるからな。まったく面倒極まりない。この活動が実を結んだ暁には芝将殿から相応の見返りをもぎ取らないとな。ん？あれは生命の指揮か。私に向かって飛んでくるな。奴も艦長の一人だが一体何の用だ。連合軍対オーディン軍対龍馬軍、勝利条件、安倍の生命との合流。敗北条件、紹介の敗走。戦闘開始。生命の指揮には西の広場へ来いとあったが、私を呼び出すからには相応の話なのだろう。面倒な奴らは避けつつ広場に向かうぞ。会って文句の一つも言ってやろう。上司流剣山。卑弥呼出現。紹介のおっちゃん、まあ暇暇な暇やね。ならうちと遊んで。鬱陶しいのが出てきたんだ。お前に構っている暇はない。さっさと消えろ。可憐な少女や表なめとったらいてまうで。この恨み忘れへんで。この私を下等生物呼ばわりとは。それからいい加減おっちゃんもやめろ。開門。阿部の生命と合流するよ。孫悟空出現。ああなんだよ、こんなところウロウロしちゃって。ああ決まってこと。なら俺様と遊ぼうぜ。ウキュー。さっきからそれも触って鬱陶しい。ええ、私の邪魔をするな。俺と遊んでくれんのかい。僕が一気に決めるよ。受け。倒したよ。今本気で殴らなかった。チクショー、覚えてろよ。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別。あとは私。おや、どうやら紹介殿が無事到着したようだ。開門した。安倍の生命と合流せよ。おまけに黒田官兵衛もいる。生命殿、それに官兵衛殿もいるのか。
人を呼び出しておいて何の用だ。私は潜伏任務を終え、これより連合軍に合流する。何かことづてがあれば伝えておくが。私が収集した内部情報はすでに伝えた。兵も何かしら成果を示した方がよい。ふん、潜伏で得た情報をよこせということか。ではこの文を芝生殿、これで満足か。では私と兄で生命を無事に送り届けよう。急がねば。勝利条件変更。脱出地点まで阿部の生命を護衛せよ。なんだあいつら、こそこそと怪しいな。オーディン様にお伝えせねば。やばいな、感づかれたか。伝令が二手に分かれておる。官兵衛殿は西に向かった伝令をどうにかしろ。私は東へ向かった方を抑える。伝令兵の撃破に成功。全ての伝令を撃破したよ。紹介殿、官兵衛感謝する。まあ諜報活動がここまで面倒だとは。芝生殿の顔を見て面倒くさいと言いたいよ。芝生殿もさすがに分かっているはずだ。せいぜい高く恩を売ってやるとしよう。紹介さん、卑弥呼と随分遊んでくれたみたいな。超運の無双発表だ。私たちとも遊んでくれるわよね。合体真実発動。やることが本質だ。こんなとこだな。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといてやる。あとは私お見せしよう。花川のウィークの武装発動。加減は死ぬぞ。好きにはさせん。よし、やりおる。次は負けぬぞ。どうやら南東にも道はあるよ。紹介、そちらから抜けるとしよう。さあ脱出地点変更。私の士気をしのぐほどの働きだな。片城と比べられては不満かな。ふーん、紹介さんこっちには来ないんだ。じゃあ本気になった方がいいかしら。ジャッキー、我が輩をザレごとに駆り出すと。今度は負けねえぜ。さあ中の無双発動。さあ相手になるぞ。俺と遊んでくれんのかい。おや、ここに来て妖魔たちが本気になって。さあ手前かかまりさ。セーブ、兵は先にこの地を抜け。後のことは私と紹介に任せるがいい。ああ、さあ風格化。感謝だ。風格化無双発動。あなたたちの情報必ずや連合軍に届けよう。超支流マイよーし、敵の体に挑もうぜ。目の前で活躍されても悪くない気分。お前は特別だな。ここまで頑張っちゃうんだ。ご褒美に私が本気で相手をしてあげる。打ち取ったり
まったやられちまった。しつこい陽子を相手にするのは骨が折れる。助け出しが欲しいところだが。官兵衛殿、生命殿が泣きついてきたようだ。早いところ駆けつけて恩を売ってやるとしよう。見事励むため。砕かれるのか裂かれるのどっちが来ない。ダッキー、私はお前らの遊びに付き合う義務はない。いい加減尻尾を巻いて退散しろ。ケイの声は全く届いていないようだ。ダッキーを倒して事を収めるしかあるまい。翔海さんがこんなに楽しませてくれるなんて。今回はこれでおしまい。また遊んでね。まと、だと。再会は断固拒否するぞ。とにかくこれで生命殿は脱出できるだろう。開門。どうやら追撃を振り切れたようだな。気をつけて行くがいい、生命。私と官兵衛殿は引き続き情報を集める。そちらは芝生殿にうまく恩を売ってくれ。ああ、任せてくれ。商売殿、官兵衛殿、再会を楽しみにしているよ。勝利でございます。生命殿は無事逃げおおせただろうな。まったく、こんな面倒な見送りは今回で最後にしてもらいたいものだ。うん、我らの諜報活動もそろそろ潮時かもしれぬな。真意は気取られていないとはいえ、ダッキラも巻き込む騒動を起こしてしまった。少々目立ちすぎてしまったのでな。ふん、言われなくても分かっているさ。近いうちに我らもここを立つべきだろう。これでようやく陰気な任務ともおさらばできる。次こそはこの正式の手腕を隠さず堂々と華々しく活躍したいものだよ。あくまでも表舞台での活躍を欲するか。やはり紹介は私とは正反対の人間のようだ。よくぞ今まで衝突せずに務めを果たせたものだ。まあよい、成果は出せた。私もこの任務を切り上げる支度を整えるとするか。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。